この世界、テルカリュミレース、大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ、人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろう。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド、テッド、降りてきなさい。あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。ユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっちまうな。
昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。わかってるよ、ぼやいてても仕方ねえってんだろ。先頭立って集めてたの爺さんだから、その結果がどうかなとはね。けど魔導士が手抜き修理するのは爺さんの責任じゃねえよ。まあな、爺さんも婆さんの形見まで手放して金を工面したってもおい、ユーリ、手伝わないなら近づくな、危ないぞ。じいさん、コア見なかったか、ブラスティアの真ん中で光るやつ。え、シャーロー。まあ、コアがなければブラスティアは動かないってのな。最後にブラスティア触ったの修理に来た貴族様だよな。ああ、モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでんのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユーリもみんなを手伝わんか。悪いじさん、用事を思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に、これがあんな息詰まって気分悪くなるとこ用事があっても行かねえって。まったく、ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。また無茶せんといいが。どうでしょうね、あいつ下町のことだといつも無茶しますから。おかげで騎士団に目をつけられおって。まあいつものことですから、うまくやってきますよ。
君、なんだか大変なことになってるみたいだね。ここだよここ。僕はワンダー記者。起こった事件の記事を毎日お届け。君は新聞を読む習慣はあるかい？え、ない？そりゃいけない。今日のこの大変な出来事も君のところへ届けるよ。いつでもどこでも気軽に読めるワンダーログ、利用してくれよな。なんで壁の中にいるかは秘密。ではさらば。うん？おい、聞いたか？下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。1ガルドにもなりゃしない。1ガルドにすら、そりゃどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃハンクス爺さんも肩なしだな。うわっ、な、だ、誰だ。ガラクタの価値もわからねえならお前らはガラクタ以下だよ。ラピード、終えるか。ここもコアやられてやがる。こりゃ随分と手癖の悪いのが嫌がるな。にしてもさすが貴族様の町、コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに。余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。ここか。なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。開いてる？こっから入れんな。この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが。あいつは。よし、お宝発見。お前、モルディオだな。
よし、よくやったラビ。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して一発ぶん殴ってやろうぜ。騒ぎと聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に泥棒とは、貴様も落ちたものなのだ。なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだである。逃げようとしてもそうはいかないのだ。逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃すのか。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていっか。アデコールはサガッチ師団の名誉にかけ、ここは私が。いや、騎士団の名誉は私が守るである。下っ端は下がっているのである。下っ端はお前だろうが。いいや、私が上司である。そんな風に取り合いされんのは光栄だけど、移動くらい満足。行くぞ。え、私が上司だ。いや、ボッコさん私の部下である。一発かましてやんないと分かんねえかな。どうだ、聞いたか、俺の攻撃。おれ、話し合いの途中に攻撃なんて卑怯だぞ。俺、殴る前に一言いいかって聞いたよな。くそー。ほう。おいおい、貴様逃げるな。いや、逃げてるように見えるか。うるさい。おっと、防御デッド。ふ、防がれた。瞬人剣である。よっと、なんだよ。くぅ、私の技を勝手に防ぐな。むちゃくちゃ言うなよ。まあ、そっちが技で来るならこっちも行かせてもらうぜ。ソーハ、もう一茶言っとくか。ソーハ、まさかこれで終わりとか言うんじゃねえだろ。これで終わってたまるかである。我々の実力はこんなものではないぞ。さて、本気で行くぜ。それはこっちのセリフである。感謝しろよ、稽古に付き合ってやったんだから。
お前ら腕落ちたんじゃねえの？こりゃ馬車はもう無理だな。さすがシュバーン隊、こんな下民一人捕まえられないとは。無これはキノール隊長、とても見苦しいところである。君たちのような生まれの卑しいヘナチョコ隊、騎士団にはいらないんだよ。シュバーン隊長にはご内密に。逃げたのがブラスティア泥棒なら、逃がしたのは税金泥棒かよ。しょうがねえな。飼い犬にも見放されるとは、これは傑作なのである。毎度毎度忙しいね、ユーリ・ローウェル。僕も忙しいけど、ちょっとだけ遊んであげるよ、僕のキュモール隊。お前らがそうだからフレンが苦労するんだよ。あんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ。終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ。10日も入れれば反省するだろうか。ねえ、その例の盗賊が難攻不落の貴族の館からすんごいお宝を盗んだわけよ。知ってるよ。盗賊も捕まった、盗品も戻ってきただろ。にゃえ、そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。今館にあんのは贋作よ。バカな。ここだけの話な、漆黒の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ。例の盗賊ギルドか。おとなしくしてろ、もうすぐ食事だ。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ。お隣さん、目覚めてるんじゃないの。そういう嘘自分で考えんのか、おっさん。暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つくよ。それに嘘ってわけじゃないの。世界中に散らばる俺の部下たちが必死に集めてきた情報でな。本当に面白いおっさんだな。じゃあの道は蛇、試しに質問してよ。何でも答えられるから。海賊ギルドが沈めたお宝か、最果ての地に住む賢人の話か、それともそうだな。それよりここを出る方法を教えてくれ。なあ、何したか知らないけど、10日もおとなしくしてれば出してもらえるでしょ。そんなに待ってたら下町が湖になっちまうよ。下町？はあ、聞いた聞いた。今頃どうなってんだかな。悪いね、その情報は持ってないわ。モルディオのやつもどうすっかな。モルディオってアスピアの学術都市の天才魔導士とオタク関係あったの？知ってるのか。お、知りたいか。知りたければそれ相応の報酬をもらわないと。学術都市アスピオの天才魔導士なんだろ。ごちそうさま。え、あ、いや違う違う違うって、美食ギルドの長老の名だ。いや、出ろ。いいところだったんですがね。早くしろ。騎士団長アレクセイがなんで。ノート。騎士団長直々なんておっさん何者だよ。女神像の下。何をしている。はいはい、ただいま行きますって。そりゃ抜け出す方法知りたいとは言ったけどな。先月税の徴収に来た騎士と揉めてぶち込まれたばかりだってのに、またここの世話になるとはな。
おとなしくしてりゃ飯は出てくるとはいえ、ここのまずい飯だけは慣れねえ。ったく、キュモールのせいで面倒なことになっちまったぜ。マジで開くのな。相変わらずのザル警備かよ。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の上乗せは勘弁だな。下町の様子を見に行くだけなら朝までに戻ってこられるか。女神像ってのも試す価値はありそうだ。